い、皆さんおはようございます。10月5日水曜日の朝でございます。あ、火曜日だった。はい、火曜日でした。今日は、はい、まあ、いつもの広島高速3号線矢賀の入り口からスタートです。よし。はい、日付も曜日もまともに言えないジーコですけどね、今日はね、朝一黒瀬町の方にコンテナ入れ替えに行きます。入れ替えからのスタートです。はい、まあ、ここは常時置いてある、事務所なんでね、はい、でもね、あんまり広くないんですよね、現場の中が。左右に、右側に、コンテナの右側にね、廃材がこずまれててね、結構入れ替えするの、ほんで地面がね、斜めなんですよ。だからね、ちょっと入れ替えするのね、痛しいんですけど、はい、まあ、安全作業でやっていきたいと思います。今日も晴れてますよ、ほんと。まだね、今朝日が低いんで、この防音壁でね、すごい道が影になってますけど、大体僕は朝一カメラ回すんでね、結構こんな感じで道が影になってることが多いんですけど、はい、空はすっきり晴れてますよ、はい、今日も暑くなりそうです。日中は、朝はまたね、今日も寒かったですけど、寒いですけどね、いつもあの扇風機タイマーかけ忘れて、で朝方まで扇風機ついたまんまなんですよね、うん、でね、ベッドから降りて2歩歩けば扇風機があるのに、その作業をするのがね、辛いんですよね。だからずっとつけっぱなしのまんまね、布団にくるまって朝を迎えるわけなんですけど、ね、最近朝トイレもね、ちょっと近くなるというか、いくらね、夜寝る前にね、トイレしてから寝ても朝すごいなんか溜まってる感がね、あって、でもそれも我慢してしまうんですよね。布団から出たくなくてギリギリまで粘ってしまいます。お、今日は信号ちょうどタイミング悪かったかな。すごいね、二歩の入り口から登ってくる車がね、今左後ろから来てましたけど、だいたい二歩から登ってきたらみんなこっちのすぐね、右車線、呉方面に、車線変更しますよね。だからこの二歩ジャンクションって結構車線変更が慌ただしいですよね、うん、高速二歩から乗ってね、本線に合流して、でそこからこの海田方面と呉方面に分かれるまでの距離が多分 100m ぐらいしかないんじゃないかな。その間でね、車線変更を終わらせないといけないんで、結構ここはね、信号のタイミングとか重なったらね、結構車線変更がギリギリになってしまいますね、みんなね、うん、だから早めのウインカー出して、まあ、ちょっとスピード落とし気味でね、車の動きを見ないとね、危ないですね、あそこは。やっぱ早めのウインカーが基本ですよね、うん、早めに意思表示してるとね、後ろから来る車とかがね、分かりやすいんで。あー、眩しい。静かでしょう。はい、今入れ替え終わってね、現場出てちょっと走ってきたんですけど、あらら、ここはちょっと稲が刈られとんかな。すごい静か。さっきね、手前にね、まだ稲刈り終わってないところで、稲穂がね、真っ黒になっとる田んぼがありました。あれはああいった品種なんでしょうかね。真っ黒になってました。こんな感じで、まあ、黄金色っていうか、ね、稲ってこんな色じゃないですか、大体。さっきね、真っ黒の、あれがありましたね、稲がありましたけどね。いやー、ほんとのどかな場所よ。はい。ほんでね、コーヒー、逆光になってるか。コーヒーいただきましたんでね、現場で。はい。これ飲み飲み、ドバの方へね、帰ろうと思います。はい。いやー、ほんと、のどか。涼しい。
日差しが強いけど涼しい風がね、しっかり廃材もさ、こうもう横もちゃんと、横もね後ろもあらかじめ立ててくれてました。はい、とってもやりやすかったです。はい、これつむぞうくんのコンテナの重さ570キロです。このコンテナだけで570キロあります。はい、時刻9時52分です。はい、これからね、2カ所積みに行きます。はい、まず、1カ所目が朝北区壁、そこで手積みをして、で、積み足しで朝南区八木の方に回ります。まあ、壁と八木は、区は違うんですけど、隣町なんで、はい、もう移動距離は多分ね、10分15分ぐらいなんで、で、壁もね、一発目の壁もこっから、あと20分で着きますんで、まあ片方ずつ30分ずつ積み込みしても、まあ、1時間でしょ。で移動でまあ40分ぐらいかな。まあ多分ねうまくいけば昼までにねドバリね上がれると思います。うまくいけば、はいね、ちょっと現場の状況がわからんのでどうなるかわかりませんけど、とりあえず昼前、11時50分までにドバに上がるのを目標に、走りたいと思います。10時21分現場着きました。あの事務所がね、住所あの番地をね2つほど間違えとって、15と13間違えとってね、今ちょっと5分ほどロスしたんですけど、はい、あの見た感じね、二流米ちょっとぐらいかな。だからまあ、養生ゴミなんで最後の、15分ぐらいあればね詰めると思いますんで、じゃあちょっと積んできます。はいはい、10時38分積み込み完了しました。はぁ、三流米ぐらいになりましたね。 2.8 ぐらいか。はい、面までは行きませんけど結構ありました。前の方までびっしり入ってます。はい、じゃあこれにシートして積み足しに回ります。はい、今ね現場から出ました。あの現場が狭くて前からしか入れなくてね、で出る時もバックで出て、であのもう道も車が1台しか通れんようなね狭いところへ立ってたんで、一回ねあのもうまっすぐ入った方向へそのまま、進んでったらね行き止まりになりまして、今そこで方向転換して、で今から広い通りへ出るところです。はい、で八木の住所聞いたらね、あとこっから7キロ17分かかりますね。到着予定時刻11時、いやー11時にまあ順調に着いて、まあ20分で積んで出れたらまあなんとかね、まあ、30分あればドバには上がれるんで、まあそれですね、もう全てが順調にいけばなんとか上がれそうな感じですね。はい、まあ別にあの人生かかっとるわけじゃないんで、はい、あの無理な運転とかね無理な作業はしませんけど、はい、まあ行ってみましょう。はい、
10時59分、現場着きました。ね、ちょっとヤギのね、災害復旧の工事しようって、ちょっと、道がね、かなり迂回路になってたんですけど、なんとか予定通り着きましたんで。はい、じゃあこれから手積みしてきまーす。よいしょ。暑い。はい、11時17分。はい、積み終わりました。早速もうドバイ向けて帰りましょう。休んどる暇はない。あ、33分。余裕というかね、ドバまで時間がありますんで。はい、じゃあ安全運転で帰ります。ちょっとね、道がさっきほども言ったんですけど、ヤギのね、浅北区の浅南区の土砂災害のね、復旧工事で今結構道がまだいろんなとこで迂回になってますんで、はい、まあ迂回に従って帰りたいと思います。はい、よし、はいはい、暑い。今ね、これ、はい、ちょうど正面左手に今あっこはガードができてますね。今ガードを作ってますね。はい、左手前方ね、ガードができてますけど、工事が進んでおります。はい、はあ、はい、時刻11時50分間に合いました。はい、下ろしてきました。はい、よかった。はい、こんな感じでね、空っぽになりました。はい。で、これから、今度ね、南区の朝日の方にね、入れ替えに行きます、今から。はい。まあ、時間指定はないんでね、もうこのまま走っていこうと思います。はい、ちょっとね、手積み結構してバタバタしたんで、今まだ食欲が湧きませんので、まあ、今から行くとこを入れ替えて、で、その合間にね、帰り道かどっかで、まあ、コンビニでおにぎりかなんか買って、かじりながら、今日はやろうと思います。はい。あ、バタバタした。ね、一発目と二発目でもう全然違いました、ほんとね。一発目はね、のどかな黒瀬町を走ったんですけども、二発目はもう、この広島市内近くをね、バタバタと二現場やってきましたんで、はい。まあ、三代目、頑張ってきます。はい。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。さようなら。